女の子も浴衣でデートしない方がいいと思う、普通に私服がいいと思う。だってこれ浴衣崩れるからちょっとトイレ行くの我慢しようってやるでしょ。 OK、 今日新聞、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 今日新聞の読者の皆様こんにちは、おくじろです。皆様これからも僕を応援してください。よろしくお願いします。ことはないですけど、まあ、意外と去年に比べたら割とちょっとちゃんと顔は大人っぽくなってます。毎年の写真を並べるとね、ちゃんと大人になってます。他刚提到他会翻自己的照片、所以他是蛮自恋的吗？なんかたまにこうネットに上がってるのとか見たりとか。そうですね、あとまあでも一回二十歳の時に海外に行った時に困ることはあんまないかな。但基本上不会感到困扰，所以很享受被看起来更年轻的感觉。楽しんでるっていうか、そうですね、自分でどうなんだなと思ったことないからあんまり。そうですね、どうなんだろう、そんなに意識をしたことはないか。18歳以下だと思われたんですよ。顔は子供っぽいからですかね、分かんないけど。あ、でもなんかこうね、自分がこう言い始めたわけじゃないし、なんかこうファンの人がそういうふうに思ってくれてるのはすごく嬉しいかな。なかなか慣れないですからね、国民の彼氏ってね、慣れたくてもね。普段は今そんなに東京で人通りが多いところに行かないです。他在東京不会去的太多的地方。でもまあ気づかれてっていうか、まあ、気づかれに行くみたいな仕事があったんですよ、渋谷でね。ロケをした時は大変でしたね。ペヨンジュンさん以来だったそれ俺知らなくて。でも浴衣ってトイレが大変でしょ。女の子も浴衣でデートしない方がいいと思う、普通に私服がいいと思う。だってこれ浴衣崩れるからちょっとトイレ行くの我慢しようって嫌でしょ。自分がこう目標としてた夢を一回諦めてこの世界に入ってるんで、もう何も考えずにただ一生懸命頑張るだけだったから、あんまりこうもし人気が出なかったらどうしようとかってことはあんまり考えないです。もちろん人気になりたいと思ってやったし、だけどあんまりこう良くない方向に行ったらどうしようっていうことはあんまり考えなかった。どうやったらうまくいくか、どうやったらみんなに受け入れてもらえるかっていうことをいつも考えてやってたかもしれないですね。